懐かしいな。イージス、何読んでるの？ああ、これか。昔よく読んでいた本だ。さっき立ち寄った作家屋で偶然見つけてな。イージスって大人っぽくて難しい本好きそうだよね。ちょっと見せて。あ、こら、勝手に取るな。何何？その時、森の中からズゴゴゴゴゴッと立ち上がったのは白銀の城とも言うべき巨大な人影であった。機械仕掛けの巨大な人影は腕をクロスにこう叫んだ。プラチナムエクステンションビーム。何これ、思ってたのと違う。正義の巨大人型兵器に人間が登場して戦う大河戦記小説、白銀の機動騎士アバランチだ。俺はこの物語から正義というものを学んだと言っても過言ではない。そうなんだ。イージスって案外子供っぽいとこあるんだね。カナタ、その発言はアバランチに対する宣戦布告か？安易な子供向けだとバカにしているのなら許すつもりはないぞ。俺は別にそんなつもりは。そもそも子供とは面白さに対して最も純粋な評価を下す受け手、いわば世界一シビアな客であり、ごまかしの効かない最高の審査員。そんな子供たちに向けた作品を安易だなどと批判する風潮、非常に許しがたい。イージス、それに白銀の機動騎士アバランチは第一部の早急編こそシンプルな完全懲悪を徹底しているが、第二部白亜の銀河編からは第三勢力の参入によりそれぞれの正義に苦悶する濃厚な人間模様が描かれており、第三部である四次元世界からの侵略者編からはより深遠なテーマを。ごめんなさい、とりあえずごめん。俺が悪かったからもう許して。イージス、どうしたミゼラ。イージスは恋人がいたことはあるの？何を突然、なぜそんなことを。恋人同士って憧れるから。どんなものなのか知ってるなら聞いてみたかったの。そうか。それで最も頼りになりそうな俺に尋ねたというわけだな。うん、そう。でももういいわ。さっきの反応で私の思い違いだったことが分かったから。こら待て、なんだその失礼な発言は。なんか逆にごめんなさい。謝るな、むしろ失礼だろう。横で聞いてら何やってんだよミズラ。なのにイージスに聞いても無駄に決まってんじゃん。黙ってビシャス。イージスなんかに聞いた愚かさは自分で反省してるんだから、あなたに言われる筋合いはない。なんかとはなんだ。だってイージス女運絶対最悪だぜ。恋愛経験値なんてゼロに決まってんだろ、ゼロに。しつこいわビシャス。少し考えればイージスの恋愛経験値は底値だとわかるのに、それを考慮せず質問してしまった自分を責めてるんだから、あなたまでつべこべ言わないで。なんだよ、やんのか。やるの？上等だ。面貸しなさい。後悔すんなよ。俺はどこに怒りをぶつければいいんだ。なかなか難しいな。何さっきからうんうなってるのイージス。隊列を考えていたんだ。少ない戦力を有効活用して戦っていく必要があるからな。すごい数ね。使えるかわからない奇策も含めて一応まとめてはみたんだ。ごっちゃ、なになに。ミゼラの色気で敵を惑わせ、その隙に奇襲を仕掛ける。百科だろ、ミゼラに色気なんてあるわけねえじゃん。俺もそうは思ったが、絞り出せばスズメの涙ほどはなんとかならないものか。イージス、お風呂にする？食事？それとも仮装？選択肢が不穏すぎる。
ねえねえイージス、そんなんじゃなくてさ、もっとかっこいい作戦ないの？シュパッといってビシーンって勝つ感じの。私はカナタが気持ちよく戦えて、カナタが安全で、カナタが私を守りやすい戦い方なら何でもいいわ。ノリのいい戦い方がいいよな。ちょっとターみてえな。参考にならないにも程がある。頼むから黙っていてくれ。お前たち、お金の大事さを理解しているか？この新しいアクセサリー、やっぱりオシャレだな。んだよ、もう酒なくなっちまった。今日は9杯しか飲んでねえのによ。しょうがねえ、また買うか。うん、やっぱり特選牛は美味しい。話を聞け、この無駄遣い集団。ん？無駄じゃないよ、身だしなみは大事でしょ。酒なしじゃ楽しさ半減じゃねえか。つまんねえこと言うなよ。肉規制反対。いつ終わるともしれない長旅なんだぞ。今後は一切の無駄遣いを禁止する。イージスだってさっき行商人から買ってたじゃない、へんてこな人形を。な、それはしかも結構高いお金払ってたよね、へんてこな人形に。へんてこへんてこうるさい。それにあれは人形じゃない。縮尺100分の1寸法、機動騎士アバランチ寒冷地仕様特別版機械人形だ。人形じゃねえか。人形ではない、機械人形だ。それにアバランチをお前たちの無駄遣いと一緒にするな。アバランチは正義の象徴であり守り神、所持するだけで我々を加護してくれるに違いないんだ。そして何より、寒冷地仕様特別版といえばアバランチフリークの間ではかなり高値で取引されているしな。それが市場価格の2割程度で買えたんだぞ。この機会を逃すなどありえないだろう。聞いたか、ミゼラ。ええ、聞いたわ。すぐにイージスの人形を売りに行きましょう。得した金で酒が買える、お肉が買える。鬼か、貴様ら。ゆ、食事の時間だ。あ、待て、なぜ逃げる。食事を用意したと言っているだろうが。自分が食事にされる思ったやらな。てかイーツ、たかが餌やりに緊張感漂わせすぎや。俺は普通にやっただけだ。今ので普通や思ってたんか。こら重症や。イーツンはもっと肩の力抜いて軽く生きなあかんよ。せいや、うちが軽さを象徴したええ挨拶教えたる。軽さを象徴した挨拶、そんなものがあるのか。事実ならぜひ習得したいものだ。その姿勢がすでに硬いんやけど、まあええわ。まず指の形をこうしてな、頭らへんにやって。ふんふん、人差し指と中指を立ててこうか。あ、イージス、なんかユナと話してたみたいだけど、どうかした？何かしら、いつになく緊張感をまとっているわ。行くぞ。クリース！どうだ？だ、大変だ！イージスが毒か混乱か、なんか大変なものに侵されてるよ！敵がいるということね。カナタ、気をつけて。かえって緊張感が増しているじゃないか。ユナメ、また嘘をついたな。ちゃうわ、今のはイーツンの力量不足や。ありえねえ。もう歩けないよ。あかん、もう限界や。水飲まな死んでまうわ。
情けないなお前たち。この程度の気温で寝を明けるとは。イージスはよく平気でいられるね。一番暑そうな格好をしているのに。神道を滅却すれば火もまた涼し、お前たちとは精神力が違うということだな。痩せ我慢じゃないの？いや、断じて我慢などしていない。本当に？ちっとも暑くないぞ。むしろちょうどいい気温で過ごしやすいくらいだ。ふーん。おい、あれ見ろよ。湖だ。やった、水だよ。水がある。ほんまや。うち我慢できへん。飛び込みや。あつりぞってみ、俺が先だ。な、行かなくていいの？不要だ。言っただろう、俺はちっとも熱くなどないと。そう、じゃあ私は行くから。ああ、行ってくるがいい。すっきりした。ほんま生き返った気分や。早く欲しいもになるとこやったわ。あれ、イージスは？え、ここで待ってるって言ってたはずだけど。ん？あそこで倒れてんの、イージスじゃねえ？うわ、本当だ。イージス、イージスしっかり。少しも熱くないぞ。熱くなどあるものか。あかん、熱でやられてはる。ほら、水だよ。イージス、しっかりして戻ってこい。痩せ我慢するから。ありえねえ、マジ凍りそうなんだけど。なんか喋ってないと口が固まっちゃいそうだよ。あか、うちこのままやと女神の表像になってまう。情けないなお前たちは。日頃から精神を鍛えていないからそんな弱音を吐くんだ。またそうやって痩せ我慢する。前回どうなったかもう忘れたの？あれ、気のせいかな。今日のイージス太くない？ほんまや、いつ太ってもうたん？違う、この場所が冷え込むことは分かっていたからな。凍えないよう服を何枚も重ね着しておいたんだ。おお、さすがイージス、前回の反省を生かしてるんだね。精神関係ねえじゃねえか。それにしてもちょっと重ね着しすぎじゃない？万全を期したまでだ。現に今は全く寒くなどないぞ。今の魔物の鳴き声、こっちに近づいてくれ。お手なしみたいだぜ。よし、行くぞ。うん、ちょっとイーツ、何遊んではるん？重ね着をしすぎて動きにくい。何トロトロしてんだよ、置いてっちまうぞ。待て、仕方がない、こうなれば邪魔な服を何枚か脱いで。よし、これで動ける。寒い。精神鍛えた方がいいんじゃない？どうしたの、イージス、話って何？まずはお前たちにこれを渡す。なんやこれ、本？日頃から疑問に思っていたんだ。なぜお前たちはそやで落ち着きがないのか。そして気づいた、お前たちに足りないのは文化的教養なのだと。教養を身につけるには読書が一番。そこで今日は一日読書の時間に当てることとする。ああ、
何勝手に決めてんだよ。仲ったるいことやってられっか。お前がそのような態度に出ることは予測済みだ。対策として食料と酒を見つからない場所に隠しておいた。何ですって？返してほしければおとなしく読書をすることだな。そして心を豊かにすべく教養を身につけるのだ。てめえ、卑怯な真似しやがって。すごいや、イージス、文化的な教養のために脅迫までしちゃうなんて。イーツンの心は全然豊かになってへん気がするわ。彼方に言うな。お前たちもだぞ。整髪料と秘蔵の写真は預かっているからな。そんな、あれがないと髪型がかっこよく決まらないのに。ぐぬぬ、うちが取りためてたみんなの変顔写真まで人質に取るとは。本気やな、イーツン。これでお前たちは俺に従うしかない。さあ読むのだ。文化的教養を身につけるために逆らうことは許さんぞ。文化的教養って恐ろしいものなのね。うん、ここまで人を変えてしまうものなんだね。